はい、どうもトモスライブです。今日はね、川口のですね、見てください、遊ぶゲーム店に来ております。皆さんね、ファミコンはね、懐かしいでしょうか。私30代のね、私はね、すごく懐かしいんで、ちょっと行ってみたいと思いますね。はい、それではね、ちょっとベッゼビウスがあったんで、ちょっとやってみたいと思います。懐かしいですね。ハイスコアが100何点みたいな。はい、次の部屋なんですけども、行ってみましょう。ちょっとね、懐かしいレトロな感じのゲームがね、ちょっといっぱいあるんですけど、ちょっと見てみましょう。新日プロレスのね、なんかゲームがあるんですよね。まあこれですね。あ、懐かしい、こんなのありましたね、プロレス。あとはね、こっちにはね、パンチアウトのゲームがありますよ。これもファミコンで出たやつですね。あとドラーガの塔とね、まあなんかすごいレトロな感じがします。あとマリオブラザーズもね、あるっていうことでね。あとは、まあ人がやってるんですけど、マッピーですね、マッピーがあります。やる？はい、こっちはもう今ファミコンのマリオブラザーズですね。でこっちはね、ファミリーベーシックとかね、ファミコン、これ一番当初出たやつのファミコン見てください、これ四角いね、ボタンなんで、これね、結構ゴムでできてるんで、連打ができないっていうね、連打ができないんで、なかなか、プレイには支障をきたすんですけどね。で今度丸いね、ファミコン、丸いボタンのファミコンになりました。はい、非常に懐かしいです。私小学校の時にですね、こちら、いろんなゲーム機がありまして、なんか昔のゲームセンターみたいになってますね。なんか昔のゲームセンターってこんな感じでしたよね、でしかも今大人がやってるんですけど、昔のゲームセンターはね、不良の塊でね、まあそいつら不良は普通の金持ちの、ね、学生が行ってカツアゲしてゲームをやってたっていうね、ありますけども、これね、ゲームセンターみたいで面白いですね。人がいっぱいいます。懐かしいですね、エキサイトバイクの子もね。わー、マー君よろしく。コントローラーがこんな感じです。はい、では以上でした。でこれはね、今日から9月10日から2017年の3月まで半年間やってますんでね、また遊びに行きたいなと思います。皆さんもぜひ来てください。以上です。